彼氏、彼氏じゃない、友達だけ。専門学校です。大学じゃない、友達になりたいです。うん、でもちょっとあなたは分からない。男性です。こんばんは。私たくさん食べて、いえ、漫画あまり読みない、読まない。What do you want to be in the future? わからない。一番好き、焼き芋は私の一番好きな日本料理です。いえ、日本に住んでいる。I live in Japan. Wear glasses. でもちょっと眠いですから。もう日本語を勉強して頑張って。うん、眠い。私の家族はフランスにいる。私は一人でフランスから来た。いえ、彼氏いない。私は小さいです。うん、いつ帰ります。いつ帰る、わからない。3年の後で4年。いえ、これはカラーはモデル仕事だった。彼女ないない。独居心です。 I'm aloneThe modeling industry? For now on, I only have good impression of the modeling industry, even if you're basically always judged by your appearance, how you look. So maybe it can be toxic sometimes or hard because you always have to take care of yourself.So maybe it can be hard sometimes, but for now, I only have a good experience. Maybe forever. 多分フランスに帰りません。うん、わからない。今日、私何食べた？忘れた。うん、焼き芋食べた。うん、
わお。ありがとうございます。こんばんは。文化？日本人は優しい人です。私の家族は会わなかった。スケートボーディングビデオ Thank you。 スケートボードは私の趣味です。日本人は日本人はいつもナンパしてナンパわかる？さよなら。ナンパはちょっと疲れた。フランコシエンス音楽が好き。フランスで。でも本当に日本語ちょっと難しい。いえいえ、彼氏いない。全然。ありがとう。フランスに猫一匹います。カットの名前はイザベル。大学生じゃない。今年ファッション学校始まります。4月から。イザベル何歳？